神奈川東部方面線は、相模鉄道方面線、西谷駅から、東海道貨物線横浜ハザ駅付近を経由して、東急電鉄東横線、目黒線日吉駅までを結ぶ、鉄道路線計画の名称である。神奈川東部方面線は2000年運輸、政策審議会等申第18号に基づく路線であり、都市鉄道等利便増進運行の速達性。 工場事業として整備が進められている路線である。鉄道建設、運輸施設整備支援機構が、鉄道施設を建設、保有し、相模鉄道及び、東急電鉄が営業を行う。鉄道、運輸機構による事業名称は、西谷駅横浜ハザー駅付近が、相鉄、JR 直通線、横浜ハザー駅付近日吉駅が、相鉄、東急直通線である。 2019年11月30日に、相鉄 JR 直通線が開業し、東日本旅客鉄道との相互直通運転を開始した。相鉄東急直通線は2022年度下期に開業予定であり、東急東横線及び東急目黒線と相互直通運転を行う計画である。なお、営業主体である相鉄及び東急は、 2018年12月に、西谷駅新横浜駅間の路線名称を、相鉄新横浜線、新横浜駅日吉駅間の路線名称を、東急新横浜線と発表している。報道1、報道2、以降、本記事では原則として、鉄道、運輸機構の事業名称を用いて記述する。1966年7月の年、交通審議会答申第9号にて、 検討すべき路線として、6号線、東京方面かつた二股川湘南台、平塚が位置づけられた。かつたで高速鉄道3号線と4号線に、湘南台で1号線と連絡する予定であった。その後、1972年3月の都市、交通審議会答申第15号にて、東京6号線の検討区間として、清正港前から江北ニュータウン方面が位置づけられた。 二股川平塚間については、事業主体が決定していなかったところ、相鉄が免許を取得し、1976年から1999年にかけて泉谷線として二股川湘南大間を開通している。湘南大平塚間については、現在も相鉄が延伸免許を保持しているが、実現する見通しは立っていない。一方、 1981年12月に、神奈川県知事、横浜市長、川崎市長が三市長魂において、新横浜川崎羽田空港の新線構想に合意したと発表した。詳細は、羽田アクセス線を参照このような背景を踏まえて、1985年7月の運輸政策審議会答申第7号において、二股側から新横浜を経て、大倉山、 川崎方面へ至る路線の新設として、二股川鶴ヶ峰上杉田町新横浜、大倉山、新横浜下末吉川崎が位置づけられた。また、県東路線として、川崎臨海部方面が位置づけられた。さらに、東京急行電鉄東横線の複々線化及び、目鎌線の改良として、東横線大倉山玉川沿岸の複々線化と、 メカマ線玉川園目黒間の改良、東京6号線及び東京7号線と目黒駅において相互直通運転を行うことが示された。1997年2月21日に二股川大倉山間で東海道貨物線の羽沢駅に接続させ、新横浜川崎間を中止する案が横浜市議会で議論されたが、この時は採用されなかった。 翌1998年4月には、羽田アクセス協議会が、神奈川東部方面線協議会に、名称変更した。2000年1月の運輸政策審議会第18号答申において、神奈川東部方面線として、二股川市に横浜、大倉山に路線を新設し、大倉山駅において、東京急行電鉄東横線と、相互直通運転を行うとされた。 相鉄は当初、神奈川東部方面線という計画について、ターミナルである横浜駅の乗客が減少するという致命的な理由をはじめとするいくつかの問題点から、この計画に乗り気ではなかった。しかし、少子高齢化による乗客数の減少という将来を見据えて、考えを一転させ、東京都心及び埼玉県方面への乗り入れに対して、意欲的な姿勢を取るようになった。 そして2004年9月、路線の利便性を高めるために、横浜駅を経由しない JR との直通運転計画に踏み切ることになった。2005年に都市鉄道等利便推進法が成立し、速達性向上事業による整備が可能となった。速達性向上事業は、樹液活用型上下分離方式を都市鉄道の整備方式として初めて導入した制度である。 事業費の負担は国及び地方公共団体からの補助金として、それぞれ3分の1、残り3分の1は整備主体による借入金である。営業主体は受益の範囲内で整備主体に施設使用料を支払い、列車を運行する。整備主体は営業主体が支払う施設使用料を借入金の償還に充てる。これにより、 鉄道事業者が莫大な新設建設費を直接負担することなく新線を整備することが可能となった。相鉄と JR の計画は神奈川県や横浜市が計画していた神奈川東部方面線に近いものであったが新横浜駅を経由しないため新たな計画が実現した場合に期待される効果はそのため県や市はそのままの計画では効果が薄いとして 計画に介入を行った。さらに、この計画が実現すれば、横浜駅で相鉄から東横線に乗り換えて、東京都心へと向かう乗客を JR に奪われる、ことを危惧した東急が2005年度末頃から計画に参加することになる。その結果、相鉄と JR の直通運転の計画を据え置きつつ、さらにこれを延伸するという形で、 費用は増えるものの新横浜駅を経由した東急との直通運転も行うということで得られる効果がより多い神奈川東部方面線として整備していくこととなった。なお、第7号通信及び第18号通信に基づき、目鎌線は玉川駅で分割されて目黒線となり、2000年に三田線及び南北線と相互直通運転を開始した。 2008年までに東横線玉川駅日吉駅間の複々線加工事が完了し、日吉駅まで目黒線が乗り入れている。羽沢横浜国大駅の名番2006年5月に都市鉄道等利便増進法に基づく総鉄 JR 直通線の整備主体である鉄道運輸機構による整備構想の申請営業主体である総鉄による 営業構想が申請が行われ、6月に認定された。同年11月に速達性向上計画が認定された。相鉄 JR 直通線の事業内容は、相鉄本線、西谷駅から JR 東海道貨物線、横浜ハザー駅付近まで約 2.7km の連絡線とハザー駅を新設するほか、相鉄線内での速達性向上等のための 追い越し施設として、瀬谷駅下り対比線の新設、JR 線と、相互直通運転を行うための相鉄線内の鉄道電気施設等の整備である。追い越し施設は当初大和駅に設置することも検討されたが、地下駅であり、大規模な工事が必要なことや瀬谷駅が二面三線の駅であったことなどから、最終的に瀬谷駅に設置された。 2009年10月に工事施行認可を受け、当初は2015年4月の開業を予定していたが、多くの貨物列車が通過する横浜ハザー駅付近での工事に、当初の想定より時間を要したことなどにより、開業予定が2018年度内に変更されたが、その後さらに延期され2019年度下期となった。 新設区間の大部分が地下トンネルであり、西谷駅と、羽沢横浜国大駅を結ぶ、延長約1446メートルの西谷トンネルでは、都市トンネルでは、初のセンスと呼ばれる広報が採用された。2019年11月30日に、総鉄 JR 直通線が開業した。貨物駅である横浜はざ駅に隣接して、はざ横浜国大駅が開業し、 JR 線との総合直通運転を開始した。詳細は、総鉄、JR 直、また、2016年9月には、横浜市長の林文子などが、品川、東京方面及び上野東京ラインへの乗り入れの、具体的な検討を総鉄と JR 東日本に対して要請する考えを示していたが、2018年12月11日に、 開催された横浜市議会の答弁で、接続する横須賀線等の運行が高頻度及び、路線の設備上、他方面へ向かう運行本数の確保が困難で、あるのを理由に、開業当初は、渋谷、新宿方面及び前日の最強線、川越線への列車のみを設定し、当面の間、川崎駅経由の品川、東京及び上野東京ライン方面への、 列車設定は行われないことを明らかにした。2019年11月30日には、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議の要望書に、現時点では、新宿方面以外への運行の予定はございませんが、開業後のご利用状況を見極めてまいります。と回答しており、開業後の利用者数次第で引き続き、JR 東日本に検討を要望していくことに、 含みを持たせている。当線の上り列車の経路は、横浜方面からの湘南新宿ラインの上り列車と同様に、旧蛇久保信号上で横須賀線の下り列車の経路と平面交差しており、このことがダイヤ作成上の制約となっている。以前より交差支障の問題を解消するために、大崎短絡線が検討されていて、 神奈川東部方面線事業の関連事業にも含まれているが2007年以降2019年現在に至るまで具体的な動きはない2006年5月に都市鉄道等利便増進法に基づく相鉄、東急直通線整備主体である鉄道、運輸機構による整備構想の申請、営業主体である相鉄及び東急による営業構想の申請が行われ 6月に認定された。翌2007年4月に速達性向上計画が認定された。相鉄、東急直通線の事業内容は、相鉄、JR 直通線の、羽沢横浜国大駅から、東急線日吉駅付近まで、約1 0 0トルの連絡線と新横浜駅、および新津島駅を新設するほか、直通線開業後に、 相鉄本線横浜方面への列車本数を確保するための西谷駅付近引上げ施設の新設、相鉄線と東急線が相互直通運転を行うための相鉄線内及び東急線内における鉄道電気施設等の整備である。当初の計画では、羽沢鶴見川付近で、近敷鶴見川日吉付近では、 東横線との二層降下構造を検討していたが、津波島駅付近のルートを東横線、津波島駅から津波街道東側に駅位置を変更し地下化する計画変更を行った。羽沢横浜国大駅と新横浜駅を結ぶ延長約3515メートルの羽沢トンネルでは、センスが採用され、西谷トンネルで使用されたシールドマシンが転用される。 新横浜駅は延長約326メートルで地下4階に2面3線構造で、新津那島駅は延長約245メートルで地下4階に1面2線構造で建設される計画である。当初は平成31年4月の開業を予定していたが、用地取得の遅れや、新津那島地区での地質不良、鶴見川直下でのトンネル掘削遅れなどに伴い、 開業予定が令和4年度下期に変更された。2016年までに公表されている資料に基づく、相鉄、東急直通線開業後の運行計画は以下の通りである。運行区間は、相鉄本線海老名駅及び、相鉄泉の線昭南大駅から、新設区間である、西谷駅、羽沢横浜国内駅、新横浜駅、日吉駅を経由して、 東急東横線渋谷方面及び東急目黒線、目黒方面とされている。運行頻度は朝ラッシュ時間帯が毎時10から14本程度、その他時間帯が毎時4から6本程度である。車両編成数は8両、または10両で、運賃は現在の総鉄及び東急の運賃体系を基本とし、総鉄、東急直通線区間は、 加算運賃を設けるとされている。相鉄、東急直通線開業後の整備効果としては、横浜市西部及び神奈川県県央部から都心部への速達性向上や乗り換え回数の削減、新幹線駅である新横浜駅へのアクセス向上が見込まれる。なお、2016年12月時点での鉄道、運輸機構による時間短縮効果の試算では、 二股川駅目黒駅間が54分から16分、短縮されて38分、海老名駅目黒駅間が69分から15分、短縮されて54分、大和駅新横浜駅間が42分から23分、短縮されて19分、湘南台駅新横浜駅間が49分から26分、短縮されて23分となる。また、相鉄線及び、東急線沿線から、 新横浜駅へ乗り換えなしでアクセスすることが可能となり、山和駅新横浜駅間は、相鉄線経由で42分から23分、短縮されて19分、渋谷駅新横浜駅間は、東横線経由で41分から11分、短縮されて30分となる。各鉄道事業者では直通運転に際し、以下の対応を実施もしくは計画している。横浜ネイビーブルーも、 参照以下は、各鉄道事業者の現有車両のうち、将来相鉄新横浜線で運用する計画がある、ことが発表されている車両の現時点での画像である。ただし、当初乗り入れる、計画のあった、相鉄1万1000系については中止となったため、埼玉高速鉄道2000系については、現時点では、東急新横浜線への乗り入れのみが計画されている、ためかつ愛する。 行動発表資料、編集、ありがとうございます。